キトチャンネルよっ、テキトです。皆さんちょっとこれ見てください。今もう深夜3時40分なんですけど、最近さ、マップになんか名前を付けられるようになったじゃないですか。落ちたら即終了とかは前もあったけど、彼女募集中とか告白ゲームとかそういうのがなんか最近マップに名前を付けられるようになって、なんかパーティーみたいのが開けるようになったんですけど、ちょっと見てください。いじめ学校ですよね、これ多分。で、これ何が行われてるのか気になりすぎて、ちょっと今から潜入していこうと思うんですけど、普段のテキトのアカウントだと公式マークがついてたり、まあ、あとはお YouTube で見たことある人だみたいになったら、こう他の人に迷惑かけちゃうと思うんで、ちょっと別のアカウントを用意して、さらに新しいアバターを作って潜入していこうかなと思います。で、ボイスチャット使うかもしんないんで、やっぱり声でテキトって分かっちゃうかもしれないじゃないですか。なんでこれはアバターは女性にして、さらにボイスチャットを女の子の声でやればバレないんじゃねえかっていう。さあ、あのパーティーでどんなことが行われてるのかちょっと見ていこうかなと思います。この動画を始める前に、まずはチャンネル登録と高評価をして、この動画を拡散してくれ。まあ服装とか、まあ顔とかこれでいいかな。結構さ、初心者感ある方があんまりこうバレないんじゃないかな。じゃあこれでいきましょうか。でも普通に可愛いよね。なんか今までの初期アバターってもっと可愛くなか失礼だけど可愛くなかった気がするんだよね。さあ、じゃあ今から見ていきましょうか。マップあったあったあった。さあ、12人部屋で今10人入ってるんですよ。いきますよ。さあ、入ります。このルームは存在しません。他のルームの検索をしますか。ないの。あるよね。あ、入れた入れた。やばいやばい、来た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 。なんかいじめ系のマップは作っちゃいけないと思うんだけど、多分こうね、おままごとみたいな、あくまでこういじめっ子役、いじめられっ子役みたいに分かれてこう遊ぶマップなんじゃないかな。みんなに聞きながら俺もちょっとやろうかな。じゃあちょっと女の子の声の練習しないと。こんにちは。私初心者でいじめ学校っていうのが分かんないんで教えてください。よし、これでいこう。さあ、来るぞ。あと 20%。さあ、どんなことが行われてるのか。もう血まみれだったらどうしよう。さあ、来ました。さあ、来たよ。お、なんかいっぱい人集まってる。うわー、なんかいじめっ子みたいな人いっぱいいる。すげえ偏見だけど。すげえ偏見だけど、いじめっ子みたいな人いる。なに、バジ来たって。バジ来たってどういうこと？通り部？東京リベンジャーズのこと？なに、何が行われてんの？東京ペヤングハンブッコな。これ何の話してんの？あ、まだ決まってないのか、役が。あ、見て、いじめられっ子役が2人いる。なるほど。ちょっとボイスチャットつけようかな。いや、まずはボイスチャットじゃなくて、ちょっとチャットでしよう。役やりたいです。あ、待って、いじめ、俺待って、いじめっ子になってる。いじめっ子役に任命されてんだけど。いじめられっ子役やりたいにしよう。いじめられっ子役やりたいです。学校ごっこ、私いじめられっ子役がいいな。ほら、やっぱみんなさ、いじめっ子になりたくないんだって。みんなやっぱゼペットの子はね、優しい子ばっかだから、こういじめっ子やりたいっていう人はね、あんまいないんじゃない。ほら、この子ぐらいだもん。この男の子ぐらいだもん、このいじめっ子やりたいの。さあ、俺は何役になるのかちょっと気になるな。さあ、いじめられっ子役任命してくれるのか。なんかね、黄色い字でなんかこうね、いじめられっ子とかいじめられっ子いじめっ子とかいろいろこう決められてるらしい。見て、捨て猫いるんだけど。見て、捨て猫いるぜ。捨て猫役いらねえだろ、絶対。あ、どんどん役決まってる。なんかさ、俺初心者だと思われてんのかな。絶対初心者だと思われてるよね。俺全然なんか無視されてんだけど。捨て猫役は絶対いらないよ。あ、来た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 。なんで俺いじめっ子なんだよ。おい。俺なんでいじめっ子なんだよ。いじめっ子役やだって言ってるじゃん。いじめられっ子が役がいいんだって。しょうがねえな。まあ俺はね、優しいんで、まあいじめっ子といえど、優しい言葉でね、攻めていこうか。さあ、いつ始まるんだ。いや、ちょっと楽しみになってきた。結構面白そうだな。いや、そのいじめっていうことは絶対良くないんだけど、絶対に良くないんだけど、まあなんかこういう、まあ、ドラマみたいなものだよね。こう役に演じきってやるっていうことでしょ。警察いるもん。いじめっ子ボス。待って、いじめっ子ボスいるんだけど。いじめっ子ボス警察なんだけど、そんなことがあっていいのか。いつ始まるんですか。いつ始まるんですか。さあ、いつ始まるんですか。誰か答えてくれるかな。この初心者アバターに答えてくれる人いんのかな。やべえ、誰も答えてくんねえかもしんない。誰も答えてくんねえかもしんねえ。あ、始めるだって。来た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 。さあ、始まるぜ。え、待って、めっちゃ、ちょっと緊張するんだけど。俺、いじめられっ子の予定だったからさ、いじめられっ子なら、やめてやめてみたいなこと言えばいいんだけど、俺らのすべてをお前に預ける。時代を作れ、マイキー。こいつ何言ってんだこいつ何言ってんだ。やばいやつ来たし。もうやばい。びっくりした。おい、こいつ嵐だろ。おい、こいつがいたら始まんねえよ。やだよ、俺こいつに。何もんだよ。ちょっとやめてくれ。怖いから。ほら、みんな、えって言ってんじゃん。お前、場違い。面白くないよ。正直面白くないから帰りな。絶対帰った方がいい。絶対滑ってるから。怖いし、滑ってるから、お前。多分こいつは面白いと思ってやってるんだろうけど、めちゃめちゃ滑ってるから。帰った方がいい。それかアバターを変えた方がいい、絶対。めちゃ面白くないもん。めちゃめちゃ面白くないから絶対帰った方がいいよ。青い顔のやつは無視してやろうぜ。あいつはちょっと無視した方がいい気がするな。あー、やばい、来る来る、こっちみんな。お、行こうだって。あ、学校の中でやるのか。なるほど。おお、顔戻った。いや、それ、なんか、顔戻ったけどちょっと怖いな。青鬼みたいな体してんな。さあ、これでどこでやるんだ？学校でやるんだろうな。さあ、どこでやるんですか？どこでやるの？やるのになっちゃったけど。どこでやるの？いや、俺正直な話していい？なんかね、無視されてる気がそう、なんかね、俺無視されてる気がするわ。ガチいじめられっ子の可能性出てきた、俺。ちょっとラチ開かなそうだから、一回ボイスチャットつけるわ。さあ、ボイスチャットつけました。初めてこういうマップ来たんですけど、どこでやればいいんですか？どこでやればいいんですかね？ちょっとやり方わかんなくて、誰か教えてくれたら嬉しいです。お願いします。誰か教えてほしい。はい。やってるんですか？私、猪木優香が喋ってます。誰私です。本名優香かなちゃん。本名じゃないよ。本名じゃなかったよ。それはよかったけど。うん、いい子だね。こういうマップ初めて来たんで、ちょっと、やり方教えてほしいです。やり方教えてほしいです。抜けないで。てるくん怖い。てるくん怖いです。私ですよ。ここ。あれ、ボイスチャットでダメなんですか？もしかしてボイスチャットダメだったら切ります。すいません。でもこういうマップが、どういうのかわかんなくて、どうすればいいですかね？お、でかい。おい、怖えんだよ。お前怖えんだよ。顔変えてくれよ。怖えから顔変えてくれよ。ほら、お前、このでけえ顔のやついるせいで始まんねえじゃねえかよ。助けてくれよ、こいつ。頼むぜ、顔。顔ついてくんじゃねえよ、おい。来んじゃねえよ、お前。ボイスチャットつけてる私についてくんじゃねえよ。お前早く顔戻せよ。やめて、もうダメ、このマップ。全然始まんない。こいつら、この人たちずっと東京リベンジャーズの話してるしよ。いつ始まんだよ。教えてくれよ。この青いやつどうにかしろよ、こいつ。怖えんだよ。お、めっちゃリーゼントになってる。やべ、喋っちゃった。怖い。はい、一回ボイスチャット切りました。もう始まんねえわ、これ。始まんねえわ、これ。どうしよう。しかもなんかボイスチャットつけてくれたしね。俺がさっきボイスチャットつけたら、誰が喋ってるのって言ってきて、で、私、猪木優香だよって言ったら、本名喋っちゃダメだよっていう優しい子がいたね。そう、これね、猪木優香って名前はね、これ、あれなんだよ。本名じゃなくて、単純に、ゼペットアニメの名前なんで気にしないでください。そろそろ始めましょうよ。うわ、すっげえイケメンいる。なんて書いてるか全然わかんねえ。イケメンだ。イケメンになりてえわ。そろそろ始めません？この子も、テンション上がってるみたいだし、ゲイか聞かれてんだけど、ゲイじゃねえよ。ダメだ。抜けるわ、ここ。抜けるわ。はい、ダメでしたね、ここ。ここはやっぱダメでしたね。正直ちょっと、微妙だったんで、じゃあちょっと他、あと1個行こうか。まあ、いじめ系じゃなくても、眠くなるまでチャット。はい。結構なんかいろんなマップがあるみたいですね。眠くなるまでチャット。なんか告白パーティーとかないの？大人部屋、ハート。一応俺大人だからいけるんだけど、なんか一人しかいねえからやめとこう。一人しかいねえからちょっとやめとこうかな、ここは。まあ今ね、深夜4時ってかもう朝だよね。朝の4時だから、多分ちっちゃい子がやってないんだよね。ちっちゃい子がやってたらこう、告白パーティーとか合コンとかいろんなマップあると思うんで、多分ね、今後もこういう面白そうなワールドに入る動画出すと思うんで、ちょっとさっきも言ったけど、チャンネル登録忘れずにお願いします。あともう一個ぐらいちょっと面白そうなの行きてえな。じゃ、ちょっとこの大人部屋行くか。しょうがないからちょっと大人部屋行くわ。何か面白いものが見れるにかけて、ちょっと大人部屋行くわ。一人しかいねえんだけどな。どうしよう、話しかけられるかな。さあ、来たわ。さあ、大人部屋来ました。おやべえ、大人のお姉さん座ってるわ。どうしよう。人生の相談とかしようかな。ちょっと座りますわ。やべえ、どうしよう。めっちゃこの人、めっちゃリラックスしてる。どうしようかな。話しかけた方がいいかな。こんばんは。まあもう朝ですけどね。モカさん、起きてるかな？一人でずっとこのマップにいるってことは、もしかしたら寝落ちしてるかもしんないよね。やべえ。ガン無視されてる。ガン無視されてんだけど。いや、多分これ寝落ちしてるんだな。朝4時だもん。寝てるもん、ほら。ダメだ。やばい。見て。彼氏くださいだって。もうこんな面白そうなマップねえよ。よし、彼氏作りに行こう。単純に。やっぱね、私もね、ちょっとゼペカのっていうのを作ってみてもいいんじゃないかっていう。お、なんかバタフライって人いる。怖っ。めっちゃ身長高いんだけど。でもかっこいいな。めっちゃ身長高い。190ぐらいあるんじゃないこれ。でもなんかさ、この部屋6人いるって書いてあるんだけど、全然人いなくない？あ、いた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 。車にいる。でげえ、こいつ。でげえ、みんな。めっちゃ身長高い、この人たち。なんか五条悟五条さんみたいな人いる。これがなんか、彼女作りのマップかな。え、この人もアバターなんだ。ちっちゃい人とでっかい人がいる。悟寝たのか。本当に五条悟本当に五条悟なんだけど。いや、やっぱこの時間はね、高校生とか、その、ある程度年齢層が高いから、あんまりね、こう、荒らすと、ちょっと怒られる可能性あるんで、次回、やっぱ小学生とか中学生ぐらいが多い、まあ夜の7時ぐらいに、ちょっと次はね、動画撮ってみようかなと思いますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では、また別の動画でお会いしましょう。五条くんバイバーイ。